はい、挑戦者の伊藤女流三段にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。陣屋さん初めてということで、見聞まで終わりました。陣屋の印象お伺いできますでしょうか。やっぱりもう古くからある歴史のあるあのところですし、有名な事件があったところでもあって、本当にあのずっと来るのを楽しみにしてたんですけど、実際来てみるとあのそうですね、厳かな雰囲気で身が引き締まる思いです。今回は、西山女王に挑むことになります。西山女王の印象、棋風などどのようにここらあの見ていらっしゃいますか。そうですね、あの少し前はお食事に行ったりすることもあったんですけども、そういった時は本当に柔らかい印象で、あのとてもお話のしやすい方だなというふうに思っています。ただ将棋となるとやっぱり厳しくって、あの本当に、まあ、剛腕の振り飛車党ってよく言われますけど、なんか本当にハンマーを振り回しているような感じの棋風なのかなと思っています。はい、明日からいよいよ五番勝負開幕しますけども、意気込みとファンの方に対してあのメッセージをいただければと思います。はい、そうですね、久しぶりの、タイトル戦挑戦ということで少し緊張もしてるんですけども、明日は、そうですね、まあ、精一杯指してあの皆様にいい将棋をお見せできるように頑張りたいと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。